はようございます。おはようございます。今日はですね、はい、青々なるとリゾートさんに来てるんですが、はい、マネージャースーツ着てるやん。いや、そうなんですよ。今日ちょっと真面目な回で。私これ短パンでこんなんですけど大丈夫なんですか？あ、もう全然平気です。これでいいんですか？あ、全然ダメかもしれないですけど、とりあえずでも行ってみますか。うん、こっちなんでしょ？はい。まあ、渦潮があるから、はい、その近辺の美味しいもんってことかな。そうですね、うん、はい、めっちゃ大人おるよ、なんか。いや、そうなんですよ。だちょっと やめようぜ、誰か不倫した時ぐらい。中入ってきましょう。これ行ったらあかんやろ、この格好で。全然行けます。いいの、はい、入ってていい。社会人しかおらんやん。すごいね、ガチやん。はい、ということで今回は青々なるとリゾートさんにお邪魔しております。新ご当地メニュー渦の幸グルメお披露目会ということで、まあ、これがどういったもんかと言いますと、徳島の鳴門市、それと兵庫県の南淡路市の間に渦潮があるんですよね。でこの辺りの食材ってめちゃくちゃ美味しいのに、残念ながらあんまり知られてないと。だったらこれをグルメ化して、どん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 全国に発信して、いろんな人に来てもらおうという、まあ、地域活性化ですよね。それをすごい規模でいろんな店舗が協力してやるという、それのまあプレスリリース会に呼んでいただいたという運びでございます。いろんな美味しい料理がずらーっと並んだりしててね、ちょっと楽しいんですが、短パンなんでね、静かに見てるような感じでございます。すごいことなってんな。すごいですね、うん、でただね、はい、さっきいろんな方話されてる中で分かったんやけど、はい、なんか、まあ、コロナ禍やから最善をということで、うん、はい、これ料理目の前にあるのに試食とかはできひんらしい、はい、あ、今日できないみたいですね。まあね、あ、この前な、サワラとヒラメとかめっちゃ好きなの、はい、ごぼうのポタージュとか。あー、そうか。そう、どちらかというとこっちが、うんうん、まあ、海外飯みたいな。海外飯安い言い方するのか。洋食みたいな。あ、そう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 、はい、感じなんですけど、向こうが和食なんですよね。はいはいはい、はい、これ僕らがいつもお邪魔してるところだったり、今度レンコンを使ったわらび餅ですよ。あ、すごい。そういうのでこういうとこまで徳島のものを使って、はい、ナルトのタイというのは特に、はい、もう波きつすぎて、流れきつすぎて背骨折れてるから、はいはい、それでも生きなあかんからって無理やりくっつけてコブができとんですよね。そうですね、うん、それぐらいもう身がギュッと締まっとらしいんで、はい、わかめブリブリやな。これ野菜ですね。すげえ。こっちはブリブリです。ブリブリ、ブリブリが別の魚の名前みたいでややこしいですけどタイやしね。そうですねプリプリっていう時はよかったね。はい、はい、ということでジャランの田中さんでございます。お世話になります。どうもどうも、すみません、メガネばっかりで申し訳ない。ごめんなさい。どうなんですか、今後これどういうことを目的としてそれ広めていこうとしてるんですか？そうですね、なんかこの渦潮エリア、このエリアはやっぱ海の幸が美味しいっていうのをもっと知っていただくために、うんうん、こう改めて海の幸ならぬ渦の幸として、うんうんうん、でどんどん事業者さんを増やしていって、うんうん、本当に今25なんですけれども、本当に2年後3年後100とかですね、うん、なっていってどん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 増えていったらなと思っています。なるほどね、やっぱ美味しいのに知られてないってもったいないですもんね。そうなんですよ。それをするために、まあ、ここにもありますけど、こんなにね知られてないわけないもんね、これが。でもこんなんとか知らないし。あ、ほんまやね、こういう。これ分かんない、これルアーでしょ、これ。ルアー、ルアー。僕とかやったらタイとかしか分からんから、もう行ったらタイ食べようってなっちゃうけど、美味しいその時々の魚があるから、そういうの教えてくれるんですよね。これ食べれるらしいんで、ちょっと皆さんぜひ店とかチェックしてみてください。すいません、お忙しいとか。ありがとうございました。はい、すごいですね。すごいですね。地域盛り上げの規模がでかい版というか、はい、そうですね、ガシン組んでみんなでやろうと言うてるから。はい、どうもすごいですよ、ほんまにね。あの、皆さんぜひ食べに行ってみてください、はい、調べたら出てくると思います。渦の幸グルメです、はい、よろしくお願いします。お願いします。以上でございます。ありがとうございます。こやけんアワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。皆さんぜひ渦の幸グルメ検索してみてください。あ、こんな料理作ったかとか、この旅館はこういうのを出すのかとかね、いろいろ出てきて楽しいと思います。ほんで気になったんがあったらぜひ食べに行っていただきたい。めちゃくちゃ美味しいですから、僕も超おすすめをしております。ということで今回は以上でございます。ありがとうございました。